皆さんこんばんは。いよいよ始まりました、プロ野球の開幕ですけれども、今日はですね、東京ドームの巨人対阪神戦、これをお伝えしたいと思いますが、こういうゲームになりました。まずは皆さんにご覧いただきましょう。もうタイガースが今日は全く打てませんでしたね。はい、ジャイアンツ戸郷、まあそんなによくはなかったと思うんですが、それを打ち崩せない、その間に青柳がちょっとやられたと、そういうようなゲームになりました。このゲームを詳しくご説明していきたいと思います。今日立ち上がりを見てまして、青柳のボールが走ってる、その逆にですね、戸郷のボールがそこまで、勢いがないな、まあ、このボールぐらいだったら打つんじゃないのかな、そういうような気持ちで見てたんですけれども、まあタイガースの打線がそこまで今調子が良くないな、そういうものを感じましたね。まあ、その一番それを感じた選手がですね、大山選手でした。ボールがあんまり見えてないような感じがしましたね。空振りもかなり、バットとボールが離れている、そんな感じの空振りが多かったので、これはちょっと心配だな。4打数ノーヒットで、3つ三振しておりますが、この三振の内容がちょっと悪い時の大山の三振の仕方なんですよね。これが一番心配になった場面でした。初回はワンアウトから中野がライト前ヒットしたんですけれども、森下三振、大山三振ということでね、まあ、そんなに調子のいいと思えない戸郷でしたが、チャンスを広げることができないと、そういうような感じになりました。そして青柳の方はですね、初回2回これ三者凡退、まあ本当青柳の方が良かったんですよね。でもまあね、これやっぱ勝負事っていうのは一つのチャンスをものにできるかできないか、そこの差ですので、これジャイアンツはですね、5回一気にものにしましたね。まず先頭の吉川、これがライトオーバー、フェンス直撃の二塁打、9番戸郷の時にですね、ボークですね、これがちょっと青柳のリズムを乱したかなっていう感じがしましたね。まあ実際ボークでしたね。こう一回動きかけて止まって、また動こうとしたので、これはもうボークだと思います。ですから、ノーアウト三塁という形になって、戸郷はピッチャーゴロでワンアウト三塁。ここで今日は1番にですね、佐々木ですね、ルーキー佐々木、オープン戦で4割、もう本当に絶好調の選手でしたけれども、今日はちょっと緊張してるな、1本内野安打、これもバットを折った内野安打でしたけれども出ましたけれども、この場面さあどうなるかなと思ってましたらですね、ショート正面のゴロ、木浪がですねバックホームしたんですが、これはもう完全にセーフのタイミングでしたね。フィルダースチョイスということで、先制点がジャイアンツに入った。そして2番門脇の時にここをヒッテンドランかけました。この辺はもうどんどん攻めていきましたね。阿部監督の野球がここに見えたなという気がしました。これで2アウトですけれども、ランナー2塁、得点圏に置いた。そして梶谷ということだったんですが、実は梶谷はですね、3回に超ファインプレーをしましたね。ワンアウト1、2塁という場面で、森下を迎えたところでですね、もう右中間抜けたなと、これはもう1点あるいはうまくいけば2点入るかな、そういうような打球だと思ったんですが、これをですねダイビングして、キャッチした。そしてそこからですね、セカンドに送球、セカンドからファーストに送球ということで、点が入るだろうなっていうところをですね、ダブルプレーでもう一気に、タイガースのチャンスを摘み取ったというね、そういうプレーが3回にあったわけですね。このプレーですね、このプレーからジャイアンツに勢いが出てきたのかなという気がしました。それが5回のこの点につながっていくのかなという気がするんですが、まあ、そういうファインプレーをしてた、梶谷がこの場面でインサイドのまっすぐですね、これを見事に、ライトスタンドにツーランホームラン、3対0ということになりました。まあ、今のタイガースのこの打線ではですね、そんなに大量点取れそうな気がしない、そういう中で、この3点はですね非常に大きかったですね。6回まで戸郷、ちょうど100球で6回終えましたね。4安打無失点、7回1イニングを新人の西舘、三者凡退、素晴らしかったですね。そして8回は中川、9回大勢も素晴らしい球投げてました。158キロぐらいまで出てましたね。もう本当このリリーフ陣素晴らしかったので、これジャイアンツ去年はリリーフ陣でかなり苦しみましたけれども、今年はですねこういう流れの中でリリーフ陣かなりいるなっていう、そういうものを感じましたのでね、今年のジャイアンツは強い、そういうものをこの1試合で感じましたね。
そして、タイガースの方はですね、島本、まあ、ピンチは作りましたけれども長野をアウトにして、まあ、ゼロには抑えました。2本ヒットを打たれてますね。そして漆原も1本ヒットを打たれましたけれども、ダブルプレーで、無失点。8回の裏、梶谷が出てきてですね、また先頭の岡本にデッドボールスタートなんですね。この辺がちょっとね、梶谷の不安定さを感じるところなんですよね。そして坂本にライト前のヒット、1、3塁、大城ショートフライでワンアウト取りましたけれども、丸にレフトへポテンヒット、これがまた4点目のタイムリーヒットということになりましたね。もうこれはダメ押しでしたね。終わってみたらですね、今日は4対0、ジャイアンツのいいところばっかりが見えた、そういうゲームで終わってしまったな、そんな開幕戦でしたね。143分の1と言ってしまえばそうかもしれないんですが、やはり両チームのですね、期待のエースが出てくるゲームですから、ここでやっぱり勝つか負けるかっていうのはね、非常に大きいんですが、今日はタイガースにはあんまりいいものが見えませんでした。打撃陣もこれは3発の4安打ですか。今日のゲームだけを見るとですね、去年の日本一どっちだったのかなっていうように感じてしまうようなゲームでしたけれども、まあ、負けた方はですね、143分の1だと、そういうふうに解釈すればいいですし、勝った方はですね、やはり開幕大事なゲームを1つ取ったと、そういうふうに感じていいと思いますね。はい、まあ、これからずっとこう長いペナントレースが続きますので、その第一戦、これはですね、ジャイアンツが本当にいい形で一つ勝ったなという気がしましたね。明日のゲームはですね、タイガースの方は大竹が来ます。そしてジャイアンツはグリフィン。大竹がですね、このオープン戦の最後のゲーム、ここでですね、安定したピッチング内容を見せてくれてましたので、この大竹にも期待するしか、今のところそんなに大量点を取れる打線ではないと思いますのでね、まあ、ロースコアの戦いで、勝ちを取れるかどうか、そういう戦いが明日のゲームになるんではないかなと思います。昨日はプロ野球ニュースでパ・リーグの順位予想をして、そして、今日の昼間に、仙台の方に今日は来ておりまして、楽天西武も見てたんですけれども、やはりね、スタートということはやっぱり阪神絡みの試合をお伝えしないといけないということなんですが、今日はとにかく東京からの移動が大変でした。新幹線がですね、停電のためにかなり遅れまして、最初チケットを買ったんです。そしてホームまで行ったんですが、なかなかこれが来ないなと思って、議員さんに聞いたらですね、この新幹線は運休になりましたって言われまして、また一旦改札を出て、そしてチケットを買い直して、それで約1時間40分ぐらい遅れて新幹線に乗ってきたという、なんか今年は野球界もいろいろあるかもしれないな、開幕戦でこんなことがあったっていうことは、もしかするといろいろ波乱があるのかな、そういうものをちょっと感じてしまった今日だったんですが、その巨人対阪神、まあ波乱というほどのものはなかったけれども、巨人の強さ、そういうものがちょっと見えたゲームでした。ということで、今日の開幕戦は読売巨人軍が、阪神タイガースに4対0快勝したゲームをお伝えしました。以上です。